引き裂かれたカーテンは1966年のアメリカ合衆国のスリラー映画。監督はアルフレッド・ヒッチコック、出演はポール・ニューマンとジュリー・アンドリュースなど、冷戦時代のドイツ民主共和国を舞台にしている。長年、ヒッチコック映画の音楽を担当してきたバーナード・ハーマンとは内容をめぐって対立し、異語完全に保と,とを分かった。このため、 前作のマーリーがハーマンと組んだ最後の映画となった。原子物理学者マイケル・アームストロングは学術会議に出席するためアシスタントで婚約者のサラ・シャーマンと共に船でコペンハーゲンに向かっていた。しかしコペンハーゲンに着く前マイケルはある文章を受け取り急にストックホルムで研究活動を続けると言い出した。コペンハーゲンについて早々 書店から受け取った本に隠された暗号に従い、東ベルリン業の飛行機に乗るマイケルを不審に思った、サラは彼の後を追う。到着した東ベルリンでは、西川記者も招いた記者会見で、マイケルの亡命受け入れとカール・マルクス大学での教授職就任が大々的に発表される。困惑するサラを東ドイツ保安省の役人ゲルハルトは、 マイケルと東側の研究に協力するのなら止まっても、良いと悟す。しかし翌朝、マイケルはさらに、国に帰ると置き手紙を残し、監視役の目を感じつつ暗号が示した存在、パイと接触するため、郊外の農園へと向かうのだった。果たしてマイケルは、売国奴なのか、科学者を装ったスパイだったのか、謎と危険に満ちた東側陣営の中で、 サラは驚くべき事実を知る。コッペンハーゲンのホテルのロビーで赤ん坊を膝に乗せて座っている。ロッテントマトズによれば30件の評論の内高評価は67%に当たる20件で平均点は10点満点中6.49点となっている。メトクリティックによれば8件の評論のうち高評価は2件、賛否混在は6件、低評価はなく。 平均点は100点満点中55点となっている。ありがとうございます。